どうも管理人のてつです。今回は、初心者向けの香水サイトを運営している自分が日頃愛用している香水を紹介していこうと思います。できるだけ難しい言葉は使わずに、サクッと3分程度で、紹介していこうと思います。自分は結構リーズナブルな香水を多く使っているので、香水初心者の方や学生の方などに参考になるかと思います。今回紹介する愛用香水はブルガリのプールオムエクストリームという香水になります。メンズ香水でもかなり定番で大人気の香水ですね。ただこれ以前紹介したブルガリのプールオムっていう香水とかなり見た目が似てるんですよ。でボトルデザインもパッと見同じで、もう今ちょっと使ってる量も同じぐらいなんで、もう見た目がほとんど同じなんですけど、あと箱の方も外観のデザインが全く同じで、このプールオムの下にエクストリームって書いてあるか書いてないかの違いになります。かなり初見泣かせのデザインというか、自分も最初はどっちかわからないっていう感じでしたね。はい。あとボトルの方も、見た目はほとんど一緒で、見えますかね、このプールオムの下にエクストリーム、こっちですね、エクストリームって書いてある方が、今回紹介する、ブルガリのプールオムエクストリームになります。ただ今回はこちらの方をレビューしていこうと思います。今回購入したのは、容量の方は 30ml の方を購入しました。で、この値段は自分が購入したこの 30ml のボトルでだいたい4000前後で購入しました。で、これよりも大きい 50ml であれば5000前後。で、これよりもさらに大きい 100ml であれば6000前後で販売されていました。価格はまだ前後するので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。で、ボトルはいつも言っている通り 100ml はかなり大きいので、お試しであれば 50ml か 30ml のサイズがおすすめです。で、気になるブルガリプールオムエクストリームを実際に使ってみての香りの印象ですが、ブルガリプールオムよりもトップのグレープフルーツやシトラスの香りが強くて、スパイシーで、あと持続度もエクストリームの方がより強い印象ですね。なので一言で香りを表すと、プールオムのシトラス版でよりセクシーっていうイメージが近いかと思います。とはいってもブルガリプールオムとかなり香りが近いので、自分もなんですけど、初めて香水を選ぶ場合であれば、2本同時に嗅ぎ比べないと違いがわからないっていうようなレベルだと思うので、先ほど言った通り、さりげない爽やかな香りはブルガリプールオム。よりシトラスが強めで、よりセクシーな香りがブルガリプールオムエクストリームっていうイメージを持っていると選びやすいかなと思います。女子受けもブルガリプールオム同様かなりいいんですけど、自分の彼女はいい香りだけど、どっちがどっちかわからないって言ってましたね。使える季節はブルガリプールオム同様爽やかな香りなので、オールシーズン使えると思いますが、シトラスの香りが強いので、個人的には夏向けの香水かなと思います。ただ香りが少し強いので、つけすぎには、注意しましょう。ブルガリプールオムとエクストリームは微妙な、香りの違いなんですけど、自分はシトラス系の香りが好きなので、エクストリーム派に1票といった感じですかね。それでは今回は以上です。皆さんの香水選びの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。